まずその展示する場所がとてもユニークで、融雪槽って言って札幌駅の真下の地下にですね、その札幌の街の雪かきしたものを、溜めておくプールのようなものがあって、そこが何でしょう、まあ、今までに見たことのないような展示空間、もともと展示する場所ではないんですけど、そこをね使う予定でしたね。とてもなんだろう、ユニークというか不思議な空間っていう印象でしたね、最初見た時にね。あの地下深く数メートルにわたって水が溜まってるんですけど、それをこう支える構造体がこう柱があったりして、本当にこう地下宮殿のような建物っていうか、そういう施設に見えるところで、あの普段はバスターミナルとして使っているところに蓋がしてあって、雪を捨てるときは真夜中にそこの蓋を開けて、ここに雪を捨てて、中の水は地下水なんですけど、その地下水を温めてその上で溶かすっていう施設なんですけど、何しろそこでの、ね、音が面白い。まず音が面白くて、その天井なんだろう、その空間内はすごく湿気が多くて、もう水滴がいつも天井から落ちてるんですけど、それがねプールにこうポツ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 落ちて、ですごく地下なので響くんですね。でリバーブがすごく強くて、まあ、何もしないでももうすごくいい場所で、なかなかそれを作品にするにはね、なかなか大変だなと思いつつも、すごく面白い空間っていうのと、あとそのもう一つ面白いなと思ったのは、その雪かきをしてその雪を捨てるんですけど、その際雪かきする際にその都市のゴミというか、例えば捨ててある自転車だったりとか、車、駐車場の車止め、コンクリートのブロックみたいな、そういう都市の、まあ、ある種ゴミのようなものが一緒に雪と一緒に捨てられて溶かされて、そのゴミだけ残っていくっていう、そういうことがあるらしくて、それがとてもなんか、なんだろう、都市の吐き出したものがそこに全部なんか、なんだろう、地下の都市の胃のようなその融雪槽に投げ込まれるっていうのが、なんかとても面白かったですよね。なんか臓器のような印象があって、本当に街に口があって、その口がパカッて開くと、そこにこう投げ込まれて、そこが胃袋になってるんだけれども、その胃袋の中は普段は誰も入れない、でもそこを展示空間にしてお客さんを入れちゃおうっていうのが僕たちの一番メインのプランだったわけです、まあ、それで現状というか、まあ3回くらいねプランをどんどん変更していかざるを得なくなったんですけど、まあそれは途中にコロナっていうことがあって、まあ、いろんな条件が変わってきたりとか、社会全体のそのなんだろう、世界観も変わってしまったっていうこともあって、まあ、全部で 3つぐらいプランを今作ったり、ああでもないこうでもないって言って作って、それでまだ決まってない状態だったっていう感じですね。そうだから、こうどのぐらい進んでるかと言われると、時代に合わせてその僕たちのプランもどんどん変わっていったんだけれども、この僕たちが最初にそれを見に行ったのが2月でしょ。あ、最初12月か。12月に見に行って、2月には知床でも取材をして、さあいよいよ固めていこうっていう時にコロナが始まって、そこからの社会の変わりようにできるだけ、なんて言うんだろう、僕たちもくっついていくっていうか、そんなになんていうのかな、僕たちは僕たちの作品でっていうよりは、どんどん影響を受けてきて、積極的に変わっていったようなところもあるので、どのぐらい進んだかっていうと、実はまだもっと続けたい感じもある、なんかその社会の状況に合わせてどんどん自分たちの思考も
こう変化していってる、まあ、それをまだ楽しんでたっていう感じでしたね。オブルーツ&クラウドってどういうところから引いてきた言葉なんだろうね。ちょっと詳しくは分からないんですけど、まあ、今回僕らはその知床斜里町のオホーツク海の流氷のリサーチをもとに作品を作るってことがあったので、まあ、個人的にはその流氷っていうその海をずっと流れてくるものが斜里町に届いて、それがこう溶けて空気になって、また雲になって雨になって、で海に戻ってまた氷になるっていう、そういうサイクルを想像してたので、まあ、なんかそういうテーマと合うのかなと思ってたんですけど、まあ、実際サイヤムの、詳しく言ってることはまだ把握してなかったですね。そのテーマがオブルーツ&クラウドとここで生きるっていうのがやっぱりちょっと違う意味だと思うので、それを自分たちなりに考えてはいたけれども、僕たちが受け取っているのは今ここで起こっていることとか今ここにあるものが実はすごく遠くのものと関係があるっていうようなことが結構大事で、今はもう流氷の話をしたけれども、もともとロシアの川がロシアの川で凍った氷が海の中を溶けずに知床まで来て、でそこでもう一回溶けたりするっていうのがすごい面白くて、でその間にいっぱいプランクトンがくっついてきたりとか、それによってこう環境が本当にこう生きたまんま変化していくのが面白いんだけれども、その流氷自体が何て言うんだろうな、幻みたいなもので、ある日突然現れたり次の日いなくなったり、午前中はあったけど午後にはいなくなったりっていうのを僕たちが取材してる間でずっとそういう流氷って本当にこう生き物みたいにいつ来るかいつ消えるか分かんないんですよ。でそれが面白いなと思っていたのと、なんで流氷のリサーチしてる中で昔っていうのは多分明治の頃なんですけど、本によるとある男が都会から来た人に、この土地を売るって言って、流氷で氷で埋まってる海を指してこの土地を売るって言って、こんな広い土地買えるんだって言って思わずこう騙されたやつがいるっていう話があるんですけど、でもちろん春になると流氷が溶けちゃってその買った土地を広大な土地を買ったはずの男は何もない海を見て呆然とするっていう話があったんですけど、そういうなんていうのかな、幻に対して僕たちはすごい強い興味があったと思います。そうですね、なんか目の前の流氷を見てるけれども何かこう今見えないもの、遠くのロシアのことだったりとか海中で起こってるいろんな生態系の変化だったりとか、そのなんか今目に見えないものを想像させてくれるっていう意味で、まあ流氷ってすごく面白いものだなと思うし、で同時にねコロナっていう、まあまさに目に見えないものによって僕たちの世界が変わっていくっていうことと何かどっか関連性があるんじゃないかなっていうことも、まあ、少し考えたりしました。札幌で仕事をするっていうのはなんか面白そうだなって思ってました。特に今回冬開催なので、普段の展覧会とは全然違うすごい寒い気候、厳しい気候の中で、展覧会を見るとか準備するっていうのは結構面白かったと思うんですよね。ちょうど1年前に僕は雪テラスっていう札幌の雪祭りの隣の会場で、氷の中屋外で展示する、プロジェクトをやっていたので、真冬の札幌で外でずっと作業するのが意外と面白かった。
でそういう面白さもあったし、冬っていうのをここまで楽しめるというか、うん、そういう場所もなかなか北海道であれば札幌がちょうどいいと思うので、冬開催っていうことに僕はすごく楽しみを見出してましたね、うん、そうですね、僕も冬開催は本当にいいなと思ってましたね。なんかずっと冬の北海道、まあ冬の知床にずっと通ってたっていうのもあるし、やっぱりそういう雪とか氷とかっていうのがすごく関心があったので、まさにそういうものがあるフィールドで展示ができる、で今回まさに融雪層っていう、うん、まさにその冬とか雪とかっていうものに関係がものすごくある場所で、まあある意味ものすごくサイトスペシフィックな場所で、ものすごいパワーのある場所で展示ができるなっていうのはすごく楽しみにしてましたね。なんかそういう結構ユニークな芸術祭なんじゃないかなと思いますね、冬っていうのはね、なかなかないと。まあこのサイアフも結局はコロナでこう中止になっちゃったわけだし、そのでもコロナによって何がそれが引き金になったかっていうと、やっぱりそれを受け取る人間の社会の側の反応なので、コロナ自体は本当にまだおそらく僕たちは掴みきれてなくて、あれは何なんだっていうのを抱えながら生きてるんだけど、それに対する社会の反応は本当にこうそれぞれその土地その時期いろんなところで明らかにこう違いを見せてきてて、そういったところに興味はあるけれども同時に振り回されてもいて、で自分がどういうふうな活動をしていくかっていうと、やっぱりインターネットの世界が一つあり、そちらの方でのオンラインのイベントとかオンラインでの活動っていうのは増えてるんですけど、それとはまた別に自分の興味として、自分が何かをするときに本当にそれは単なるレジャーであっても作品制作であっても、そういったときに自然の中に出かけることがすごく今増えてます。そうですね、まあ、なんで自然の中に行くかっていうと、こう都市の中ではいろんな禁止されている出来事だったり、ここはマナーで守らなきゃいけないルールっていうのがこうローカルルールが二重三重にこうあって、かなり縛られて息苦しいんですけど、それが自然の中に行くと一旦そういうものがリセットされるっていうのがあって、その中で感じる自分のなんていうんだろうな、こうやっぱり伸び伸びとするんですよね、その、うん、身体的にも精神的にも、それの感覚が今とっても僕は大事だなと思っていて、一方で都市を離れて自然に生きながら、都市の中では基本的にはインターネットの世界に仕事をしつつ、ベランダでキュウリとかトマトとか育てつつっていうような、本当にこうコロナ以降にみんなが興味を持ってやったようなことは、やっぱりなんていうんだろうな、みんなの欲求と近いものが僕もあるなと思ってます。まあ、なんか僕はそうだな、コロナ自粛になったりとかした時にやっぱりまあよくあるジョギングをこう始めたりとかして、僕千葉に住んでるんだけど、その東京湾沿いをこうジョギングすると、まあ自粛中なんだけどやっぱりみんなちょっと外に少しは出たいので、もう海がすごい人ですごく混雑してるんだけど、その風景がすごく面白いなと思ったのは、まあなんかこう家族で来たりとか一人でぼーっとしに来たりとか、恋人同士で来てきたり友達同士で来てるんだけど、何かこうちょっとみんな距離を少しずつ置いて、でもみんな海をこう
海の風景を楽しみたいとかちょっと外の空気を吸いたいので、まあ、みんなこう集まってくるんですね、 海岸沿いに。でもちょっとずつ距離を取ってなんかこう同じ風景を少しずつこう共有する、相手のことを少し考えて間を取って共有してこう楽しんでるっていうのがなんかすごく幸せそうな雰囲気って言ったらなんだけど、ハッピーな空間に見えて、なんかこうそういう目に見えないものを前提としてみんなが少しずつこう譲り合いながら、でもやっぱり海見たいなとかみんな思うので、みんなそこに集まるんだけど、なんかこう少し隣の人を思いながら海を共有するみたいな風景がジョギングすると見えていて、なんかそれってすごくあなんかいいなと思って、なんかそれってなんか今後何かに、まあ生きるかどうかわからないけど、とてもいい光景だったなって、それはすごく印象的でしたね、なんかコロナ禍っていう中で言うと、なぜかね、こう知床から帰ってきてコロナがもういつの間にか蔓延していて、しばらく連絡取ってなかったうちに2人して走り始めて僕は多摩川を走ってて、海野くんは千葉の海を走ってたんですけど、似たような光景を僕も多摩川で見ていて、そのソーシャルディスタンスって言った時に電車に乗ったりした時のあっていう、そのみんな隣同士座らないみたいなのも、今もうだいぶなくなっちゃったけど、最初の頃衝撃だったけど、それが自然の中でもあるんだなと、なんかね、こうなんていうんだろうな、例えばやっぱりすごい狭いとことか都市空間にいると、隣にいるだけだ、隣にいたり目の前にいると少しこうわって思うことが多分あったと思うんだけど、感覚として、それがもうちょっとこう和らいで、少しこう少しだけ距離を取って譲り合ってみたいな、なんかそういう感覚が少しあの海の光景にはあったなと思って、なんかこうそういうのってこれからの世界に感覚として必要なんじゃないかなって、なんかすごく印象的で、まあなんかそういうこともね2人で話して、2個目のプランにね、そういうのちょっと入れてましたよね、そういうどうやったら同じ空間を共有できるかとか、見えない距離をどうやってこう共有できるかみたいな、それは2つ目のプランに結構反映してましたよね。やっぱり海とか浜辺とか河川敷みたいに大きいスペースがあれば、そこで譲り合えるだけの余裕があるんだけど、余裕がない狭いところでどうやって譲り合うかっていうところにはきっとこう技術っていうか、あのコンセプトが必要になってくるなと思って、でそこのことを考えた第2案っていうのも確かにあった。だけれどももう一回その今回の作業が本格的に中止になることになって、やっぱりもともとの札幌の町自体の臓器とか肉体的な都市の身体みたいなところをもう一回開きたいっていうのがあったので、やっぱそこのいい作品の今のところの落ち着き先はそうなってますね、まあなんか今回のアーカイブではそういったなんだろう、去年の12月ぐらいからずっと2人でいろんなことを話し合ったり、いろんな同じ流氷の風景を見ながらいろいろこうアイデアをああでもないこうでもないってやって、それでコロナが起こってっていう、そういうどん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 自分たちの思考もどん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 変化していったので、まあなんかそういうプロセスをねアーカイブできればなと思ってます。